はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回もね、フィギュア紹介していきたいと思います。立て続けにね、ドラゴンボールが続いたんですけれども、今回はちょっと変わりまして、ガンダムです。はい、こちらメタルビルドインフィニティ、はい、こちら魂ウェーブ商店、こちらね、実はね、前に予約して、この間のね、土曜日秋葉原行って、取りに行ってきました。はい、まあね、実際現地行って、交換をしてきたんですけれども、まあこれ一応カタログもらいましたけれどもね、はいはい、こういう感じでね、いろ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 展示とかありましたね。うん、まあ、展示も見ましたけれどもね、クロスボーンガンダムとかも見ましたね。これはもう予約してあるんですけれどもね。はい、でエヴァンゲリオンもね、展示してありました。はい、初号機と2号機、こちらもね、展示されていました。はい、裏はこんな感じでね。大きなの跳躍のポーズ、美しい。はい、でまあ裏はこんな感じでね、うん、なんかスタンプラリーとかもやってたみたいですね。うん、で一応ね、これ同じくらいにメタルビル魂ウェブ魂ネーションの、ショップがありまして、そこ行きましてね、ちょっとねそこでも、まあ、展示を見てきたんですけれども、いやー自分が今一番欲しいね、解体正機っていうね、はい、60分の1サイズぐらいのニューガンダム、はい、あちらをちょっと見てきたんですけれども、いやめっちゃかっこよかったね。うん、今ちょっと動画流れてるかな、うん、いやめっちゃかっこよかったこれ、うん、めっちゃでかいしね、もうとにかくもうディテールがすごい、うん、まあその分アレンジもすごいけどね、まあ、元のニューガンダムのかけ離れたぐらいのアレンジされてますが、まあそれでもねめっちゃ欲しかったこれ。まあもう予約ね、もう受付してもうとっくのとおり完売したんですけれども、自分もね一応予約開始が16時だったのかな、うん、16時にスタンバイして、16時になったすぐに、予約ボタンを押したんですけれども、10秒で完売しましたね、はい、自分のねネットがつながったのがアクセスして10秒後ぐらいにつながったんですけど、もう完売の文字が出てました、ね、でその後はもうどこのサイトも全部完売、もう5分待たなかったんじゃないかな全部、うん、しかもこれ1体10万ですよ。そんなのすぐ完売すんのと思ったけどね、ものの見事に完売しちゃいましたね。まあおそらく自分の予想ではまあ再販、うん、再販もあると思いますよ。うん、まあこんだけ反響が大きい商品なんでね、これで終わりなわけがないんで、まああとねフィンファンネルがプレミアムバンダイで別でね受注するみたいなんで、それと同時期ぐらいにまた発表があるんじゃないですかね。うん、なので、ね、自分は絶対買いますこれ、うん、金貯めて、はい、ということでね、まあちょっと長々とね、前説が長くなりましたが、早速ね、こちら、もうすでにね、この段ボールから出した状態まで持ってきてます。見てみましょうこちら、はい、もう箱の状態で超かっこいい、これすごいかっこいい、まあ、ガンダムシードのストライクガンダムです。
かっこいい、めっちゃかっこいい。はい、しかもねこれね、あのアウターなんですよね、このこのなんだろう、箱のデザインというか、これをねよいしょっと、よいしょっと持ち上げると、本当の箱が出てきます。はい、いやこれもかっこいいな、これストライクガンダム。はい、いやこんな感じでね、いやすごい、あのストライクガンダムってね、あのメタルビルドでもすでに出てたんですけれども、それとはねちょっとアレンジが変わったやつです。はい、これはね、うん、なんかインフィニティっていうだけあって無限の可能性を秘めたっていうコンセプトでね、作られたリニューアルバージョンなんでね、はい、ちょっと造形も変わってるのと思うんですよね、うん。まあ、あとオプションでね、まあ、これにもありましたが、オプションでね、こちらの、カルトブルフオプションセット、これとあとフライトユニット、こちらがねまたプレミアムバンデーで別で、受注してます。まあ、フルアーマー状態にするとねこれがね約8本必要なんですよ。なので4,950円×8でフルアーマーになるみたいな、めちゃくちゃ高えよと思った。一番これ1個とこれを2個だけね、注文しました。はい、まあ、12月発送の分はねもうなんかすでに完売しちゃって、今は、来年の4月発送のやつかな、うん、めっちゃ人気あるよねこのシリーズね。では早速ね、ブリスターの状態をね、見ていきたいと思います。はい、一応中身、出しました。はい、こちらが、デパーツですね。デパーツに、シールド、シールドもやっぱね前回の多分シールドと変わってますね、うん、でビームライフルに、これはダガーですかね。で、もう一方が、台座、うん、はい、もうほんと至って中身はシンプルですね、うん、めっちゃシンプル。もうあの他のメタルビルドはねめっちゃいっぱいパーツがあるんですけど、これは少ないね、ほんと必要最小限しか入ってないです。で本体はこちらこういう風に入ってますね。ちょっと首かしげてますね、うん、はい、こんな感じで入ってます。では早速ね、すべて、まあすべてじゃないですけど取り付けてね、ちょっとまあポーズを決めて、お見せしたいと思います。はい、一応ね、組み立てて、まあ、組み立てたというよりね、パーツをつけて、ポーズっていうかね、まあ、とりあえず決めてみたんで、見ていただきたいと思います。こちら、はい、わお、かっこいい、もうかっこいいね、いやこれは素晴らしい、かっこいい、うわすごいね、これ重厚感がすごいですよ、うん、ちゃんと重みもあるしね、うん、こういう金色のね、ちょっとパーツとかもついてますしね、なんかこう情報量がねすごい多いですね、うん、もうほんとメカメカしい感じ、いやーすっ
げえかっこいいこれ。いやいいねやっぱこのシリーズは。まあ、一応これはね本当オーソドックスな、まあ、ポーズで、飾りましたが、一応ねもう一つぐらいちょっとポーズを決めてみたいと思います。はい、もう一ポーズ、つけてみました。こちらはい、ダーガーを持つね、結構印象的な劇中でもねこういうポーズあったような気がするんですけど、印象的なポーズ。いやいいねかっこいいね。いろいろね、まあちょっとねあのパーツ数が今回少ないんでね、いろいろとこれから、オプションパーツが出てくるんでね、それをつけて、どんどんねポーズとか変えていけるんではないかと思います。まあ、そのたびにね多分、ポーズ付け変えるのに手間かかりそうですけどね。はい、ではね、また最後に、回転台座に乗せてね、お別れしたいと思います。では、皆さんね、チャンネル登録と、グッドボタンよろしくお願いします。今日はこの辺でご視聴どうもありがとうございました。